そんなお二人に、はい、今日はですね、はい、中卒のお二人にぜひですね、そんなことしかないやってちゃっていいよ、ぜひですね、今日はクイズ対決というのを今日はお出しして、お二人の、どちらが一体バカなのかどちらが一体バカなのかクイズ対決。じゃあね、3問でいきましょうかね。じゃあ簡単なクイズですね、はい、家庭科からの問題です、ね、それさ、クイズなの、はい、本当に。え、クイズですよ家庭科からの学校で出るような問題はやめてほしいよね、はい、いや、なんでですか、なんでいいじゃないですか、なんでなんで、あ、そうだ、家庭科ってしまうまい4回やっとったんだじゃあいいですか、第1問、リンゴの変色を防ぐためにすることは、わかる。なんですか、ブルちゃん。あ、ブルさんどうぞ。はい。赤い絵の具で塗る。ちょっと正解にしたいね今ね。正解にしたいねこれある意味。ブルちゃんのファンは可愛いと思う。青顔ねえわ。じゃあわかるんですか。塩水に入れる。正解です。おお。おっと。すごい。おっとジャガーさん。ちょっと1点リード。ねえこれが普通の常識じゃない。いやいやいや、もう言ってくれたね、言ってくれたね、傷口に塩っていうのはありますけど、傷口に塩っていうのはないね、傷口に塩ってこのバカさかりが好きじゃあいきますよ、第2問、はい、第2問、じゃあ国語の問題です。あー、ゆうの謙譲語は何でしょうか。謙譲語ってあの謙譲語、上、そうだね、上の、まあ、目上の人にね、対して言う言葉ですよね、謙譲語、丁寧。あ、それは、おっとおっと、ブルさん早い。おしゃれ。え、おっしゃってください。あ、おっしゃる。あー、まだあるわよ、私の答えの。あ、あるんですか、じゃあさん、じゃあさん、わかるんですか。そうだよね、おっしゃるって普通は思うよね。ちょっと普通っぽかったです。ブルさんはおっしゃる、ね、おっしゃる。いや早く言ってください、時間切れ、時間切れ、カットする、カットする、自分のペースですね、なんだこれ、はい、もう時間切れ遅いよ、どう考えても、もうちょっとで、ね、ここまでかかる、いや絶対嘘でしょ、いやもうね、ブルさん惜しいです、おっしゃる、惜しいです。あ、ええ、あ、出た、え、出ますか、またちょっとずるい、ずるい、もうちょっと上まで来ました、ずるい、ちょっと上がった、上がった、おっしゃる、おっしゃるは尊敬語なんですね、言うの尊敬語がおっしゃる、うん、ない、だから何、おじゃないよ、だからおじゃないよ、もうずるい、しかも一番上を聞いちゃってずるいもう遅いから言いますよ、正解は申し上げるでした。あ、申し上げる、難しかったかな、でもそんなに言わないよね、そうですね、申し上げる、あ、言わないですかね、申し上げる、申し上げる、じゃあ今のところ、1対0ですね、1対0一応塩水につけるか、そうか、私が1だ、さあじゃあ次は英語の問題いっちゃうかな、ああ私得意だよ、英語の問題いきますよ、これ最後ですね、これもし私が言わなければ、はいはい、引き分けになっちゃう、そうなんですよ、そうなんですよ、言わない、勝たないとダメ、はい、勝たないといけない、はい、英語で、あ、問題です、第3問、あ、そう、大丈夫だよ、いっぱい言ってるから、WWF とか言ってる、あー、またね、これ次の回でね、ちょっとね、その辺の話聞くんですけども、まあ、ジャガーさんもね、あのメキシコ行ってたからね、さあ、行きます、英語で、あさっては、なんと言うでしょうか、おー、余裕の上さん、ね、余裕さん来た、私だってわかるわよ、いや、え、それ先行く、行くじゃん、ジャガーさん、絶対、はい、もう一緒に言っていい、いや、ダメでしょ、ダメでしょ、いいじゃんと同じこともしないから、はい、じゃあ、行きましょう、じゃあ、お二人一緒に、せーの、デイアスターズモード、待て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 、今、いや、ブルーさんは普通に今言ってましたよ、じゃあ、違うよ、人を聞きながら言ってた、どう考えても、いや、アフタートモローだと思った、な、なに、いや、アフター、なにトモロー、もう一回言って、もう一回言って、いや、二つも、いや、違う、ブブー、違います、デイです、デイです、デイ、ディアフターって聞こえたんだ、デイアフターってもの正解です、おっと1対1、おっと1対1です、いやもうじゃあ決勝戦行くかな、決勝戦、そうだね、
じゃあこれはね、これ分かると思うな。これ早いもん勝ちでいっちゃうから、ちょっと簡単すぎるかな。じゃあちょっと次は政治編いきましょうか。政治が分かんない。いきなり難しい。誰が分かるよ。いきなり難しいですね。さあいきます。これ分かるかな。分かせないよ。いや、まだ言ってないでしょ。まだ言ってないでしょ。政治に興味なしですから。珍回答聞きたいですね。ジャガさん聞きたいんですよね。私たちじゃなくてお前のだから。じゃあいきますよ、決勝の問題。はい、現在の日本の内閣総理大臣は菅総理大臣ですが、その菅総理大臣の所属する政党はどこでしょうか。あ、簡単ですよね、これは。いや、でも不安今。え、いや、ちょっとだってこれ分からないですか、ジャガさん、もしかして知ってるよ。これはもう間違えたこと、これ間違えたらちょっと日本国民としてどうかなと思うけどね。これね、え、間違えたら出せないから。いやそんなことないですよ。なんもないですよ。じゃあちょっと大丈夫ですよね。ちょっと大丈夫大丈夫合ってれば本当に大丈夫。じゃあジャガさんが言う。いや、まあ、いや、これでも名前変わったね。これご覧の方ね、多分名前変わったんですか。 99.9% 分かると思いますけど。え、ちょっと待ってください。なんかジャガさんが不安なこと言う。え、途中で名前変わった。ちょっと待ってください。さあ行きましょう。すごく長いでしょ。いや、何質問するの。これクイズだから質問しちゃダメなの。ヒントヒントなんか誰もはなくても答えられますから。これは簡単ですから。簡単じゃないんだよ。ジャガさん、本当は分からないよ。分かってる。絶対分からないでしょ。分かるが間違えたの。あのね、もうあのスリッパを脱いでるあたりでもう絶対もう、まあ、分かんなくなってるでしょ絶対。さあ、じゃあブルーさん行きましょうか。自民党。正解です。まあこれ常識ですよ。これ自由民主党でしょ。いや、そうだけど、それただそういう風に言っただけじゃ長く、自民党でいいんですよ。自民党ですよ、それ昔から同じ。これは合ってるじゃん。なんでこんなにクイズ、怖いクイズ言ってちゃうと、ジェガさんってやると、なんか言う前にいろんなことが名前変わった。なんでしょ、合ってるならいいじゃない。そうなんですけど、なんか合ってて正解した後もなんかこう、なんつうか不安っていうか、そうです、なんかモヤモヤしてる感じがあるクイズって。なんかさ、もっと学問を必要とするものにしてくれ。ちょっと待って、間違えた。自分が間違え、自分が間違えてんじゃないの。最近名前変わったって何それ言った。逆言うからか。わかりました。じゃあジャガさんだけに、じゃあね、特別にもう一問。意味ないから。え、ブルーの珍回答の方が面白いよ。もっと別なことは。ああ、そうですか。当たり前じゃんよ。あ、そうなの。わけわかんないけど、普段から言ってんだから。いや、でもね、僕は思ったけど、ブルさんの方が多分そういう常識的なことはたくさんご存知だと思いますよ。だからね、非常識の代表って言われてるんだ。代表です。じゃあもう特別にジャガーさんのために、じゃあもう一問付き合ってください。じゃあもう算数の問題です。もうこれはすごく簡単ですよ。もうふざけんなって、算数2だって言ってんだろ。いやいや、数学でしょそれは。そう、算数ですからこれね。算数ですから、小学校3年生レベルの問題です。ああ、それはね、はい、いきたいと思います。2分の1を4分の1で割ったらいくつでしょうか。2分の1割る4分の1です。あ、もうブルさん早い。ジャガさん、何すか今、何すか今、一応計算したふり計算したふり見ましたよ。さあ、もう特別にジャガさんのためにやってますよこれ。え、分かったの。ジャガさん分かったの。分かった、分かった。ジャガさんから行く。1。もうブルーさん笑いこらえるのに必死ですよこれは。でもどういう計算。どういう計算。今計算が2分の1割る4分の1ですよ。1。そうそうですよ。いや、かけるでもおかしいけどこれ。2分の1。ええ。さあジャガさん、あの多分ですね、割るって斜めにするんだっけな。女子プロ界斜めに女子プロ界ではかなりな、3本の指に入るおばかさんだと思いますよ。さあ、じゃあブルさんに正解をお願いします。全然その計算とかは分かんないですけど、多分2だろうなとは思って。正解です。正解です。計算とかのことじゃなかったです。全くそうです。2分の1かける1分の4になるんですよ。逆にするんですよ、割るときは。だからそう言ったじゃん、割るときは斜めだっけとか。斜めってなんだ一体。斜めってすごい新しいことなんだなと思って。そういう感じだったんだろうな。かけるは上とか。なんですかそれは。違う、そうだよね。かけるは上。
絵を描けるんじゃなかったっけ。違います。全然違います。斜めっていうのは私と思うんで。斜めだよね。でも丸はそうでしょ。ね、笑いすぎだから。だんだん良かった。もうね、今日はもう勝負つきました、はい、結局ブルさんの勝ちでーす。嫌な勝ち。俺出さないよ。いやいや、でも思いっきり出して。いやいや、よかったよかった。もうね、やっぱりクイズは盛り上がるね。もういなくていいもの、イライラしてきて、もう下げよう下げようとしてるからね。イラっとくる。いや、そんなことないですよ。まさかこれができないとは思わなかったから、びっくりした。いや、ブルさんってやってないな。なかなかそうです。なかなかね、なかなかではできない人もいますよ、中には。もしかしたら算数5だったんじゃないの。いや、あの、あ、3までだ。3までしかいけない。3までしかいけない。はい、ということで、今日は女子プロの状態、女子プロのってやめようよ。え、なんで言ったんですか。いっぱいいるんだからさ。はあ、はい、いやいやいや、このトークで ね、今日はトークで盛り上がっていただいて。バカがいっぱいいるみたいに言わない。いやいや、言って、待って、ちょっと被害妄想じゃないですか。ジャガーさんがですよ、ジャガーさんが。うるさい。頭打ってます。じゃあもう最後にジャガーさん、あの、まとめていただいて。はい、ブルちゃん第1回トークショーじゃないか。クイズショーいかがだったでしょうか。ブルグアーズリーというふうに、だから頑張りますのやってるので、ぜひ見てください。ブルチャンネルもやってますので、ジャガーさんもゲストに出ていただいてるので、ぜひ見てください。見てください。チャンネル登録お願いします。ここに書いてあるでしょ、多分。はい、出ますね、これね。なのでチャンネル登録お願いします。ありがとう、バイバーイ。